お疲れ様でございます。9月になりまして、ゼニオの方も更新されています。というよりも、このゼニ型平ジシステム、毎日更新されているんですけどもね。まあご覧のように、118US ドルが積み上がっていて、さらに、今、こうやってね、時々刻々とドルが増えてるわけなんですけども、これはね、最初に100ドルで、当時の価格で1万5000円手数料込みで、えー、NFT を 購入してですね100ドル。100ドル分の、まずは USD がここに入ってるわけなんですよ。で、今年の1月から始めたんですけども、まあ、9, 9ヶ月でね、18ドル入ったってことになります。まあ、軽く金利みたいなもんですね。100ドルに18ドルの金利で118ドル。さらに、日々、金利がついているって感じですね。 まあ、あの、正確に言うと、銀行の金利みたいなものではなくって、プラスアルファで、なんか分配金みたいな形なんでね、詳細は入会してから、もしくは入会の案内を見てから検討していただければよろしいかと思いますけども、このようにね、増えっぱなしの通貨ということで、12ヶ月に鳴らしてみるとこんな感じになります。ね、1月に私がアカウント作って購入してグッといってるわけですね。ここで、100ドル買ったってことになります。で、それまではね、 あのまだ入会無料入会ってのがあるんですよ。無料入会して様子を見るでもいいんですけども、無料で始めることもできるわけですよね。で、えー、左側の方にさまざまコマンドがあるんですけども、紹介コードっていうところをクリックすると、ここに QR コードで参加することもできますし、この URL をコピーするということでね、動画概要欄にこの URL つけときますので、まずはね、無料で参加して、銭形平次ってのはどんなものなんかなと、まあ、説明会も。 オンンラインでありますんでそちらの方見ていただいたただりとかして、まあ、買ってもいいかなって方はね、NFT を購入する。100ドルで私は買いましたけども、1000ドルとか1万ドルとかね、10万ドルってのがあるみたいです。まあ、100ドルでね、1万5000円ぐらいだというふうに考えられますので、で1000ドルだと15万ぐらいですか。うん、まあ、それぞれの予算に合わせて、リスクに合わせて、 検討すればいいのかなと思います。はい、もう一回先頭戻りますね。まあ、あの、夢のようにお金が増えるっていうことではありません。なんせ、何かの営業活動とか、作業をするとかね、難しいことをやるってわけではありませんので、放置で寝てるだけでっていうね、あれですよ。で、あの、不労所得と言ったらね、いやらしいんですけども、放置してお金が増えるってことは、そんなにバン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 増えないってことです。ただし、今、 銀行の金利と比較する時代ではないと思いますけども、例えば皆さんがね、お財布に現金入れてますよね。スマホにペイペイポイントとか入れてますよね。銀行にお金置いてますよね。だからといって金利のつく時代ではありません。うん、ただ置いておくんだったら、この銭湯に置いてあいた方が得です。ただし、やっぱり従来型のね、お金を置く仕組みよりも、 ちょっと不透明なところがあるというふうに捉える方多いと思いますのでたくさんの金額入れるのはね多分不安だと思います気持ちわかります私も同じですだからなくなってもいいようなまあよくはないんですけどもなくなっても生活にダメージの及ばないような金額でいくといいんじゃないですかそう考えたら私ここにね1万5千円ぐらいだったかな100ドル分しか購入はしてませんのでそう考えたらそんなに無茶な金額じゃないでしょ うん、だからそのぐらいから始めるのがちょうどいいんじゃないですかねはいじゃあ今月もこの銭をたまに紹介していきますのでよろしくお願いします